こんにちは、ゆうです。無課金、非属性、柴犬男爵って名乗ってたんですけど、今回から柴犬丸に名前を変えました。で、気分です。柴犬丸が可愛いなと思って、柴犬丸、じゃあ無課金、非属性、縛り、柴犬丸やっていきましょう。あ、ごめんなさい、ちょっと音がなんか途切れましたね。なんかどうしてもここをね、まあ、今回ガチャ引いていくんですけど、未知の申請、このパーティー組んだんですよ。7コンボ僕なりに、今手持ちなりに組めるモリモリ7コンボ強化モリモリパーティーを作ったんですけど、もういかんせん火力がもう全く足りひんということで、やっぱりね、ウルトラマンデッカフラッシュタイプこの数のコンボ強化がもうほんまに必須で、もう勝てへん。100式だけはマジで取りたいんですよ。そう、本当にどのアカウントでも取りたいんで、ウルトラマンデッカフラッシュタイプってなってね、ラストチャンスかな。もう実質今から6個貯めようと思ったらね、なかなかなんでね、ラストチャンス、ちょっと行ってきたいと思います。そう、ええとこかんでもったら、まずね、メールで滞在流と鍵の勇者が来てたんで、これ回していきます。はい、バイ、金か、まあまあいいでしょう。はいはいはい。で、ちょっと広告ガチャ回していいですかね。昨日のビッグボスカーウスの動画、ご覧になっていただけましたかね。結構惜しかったでしょ。あのパーティーでね、ちょっと工夫して結構いい感じにね、 HP 調整もできて、新しく組み直した編成とか、まあアシスト変えただけですかね、あるんで、ちょっとそちらでまたリベンジしたいなと思ってるんですよ。ただね、その先に始めた柴犬丸アカウントね、ちょっとね、このアカウントでもクリアできないと、まあ立場がないというかね、まあそういうことですよ。これでもクリアしたいわけですよ。おっこれはうまい、これはうまい。はい、では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 、ユーザー情報、購入歴、無料配布分18個です。はい、3回勝負です。3回勝負で何パーやったっけ、 2.5% か。これをでもね、僕シバドラ買うもんぽないんで3タイム買うもんぽ、ウルトラマンデッカフラッシュタイプですね。さあバス、はい、よし。え、ダイナフラッシュタイプかうわー、ちょっと焦るやん。でもなんか普通に強くない？え？なんか普通に強くないこれ。どうなんでしょう。リーフラッシュ、これって武器が強やったっけ？いや、ウルトラマンデッカーフラッシュタイプなんよ、ほんま欲しいの。はい、もうほんまに全部タイヤでいいんで。よし、あー、これちゃうねー、ちゃうねー。ウルトラマンエース、ちょっとこのアカウントでは使えるな、これ使えるな。おい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 、ぶっ飛んだ武器じゃねえか。さあラストいきます。本当にね、もうラストチャンスなんですよ。ウルトラマンデッカーフラッシュタイプで、まずダイヤ、まずは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 、あー、くそー。はい、じゃあ、結果見ていきましょうか。はい、ポッポ、やってました。はい。3人ワイワイの。
暴食の卵からガイアエース、このシン・ウルトラマンのですね、いやーマジで惜しかったなー。いやーこのアカウントで非属性ね、シバドラとかアンタレス、いやちょっとね無理そうなんですよね。あ、ごめんなさい、ちょっとメガネが倒れました。はい、あ、またこれ出たらね、なんかプレミア公開とかにしてドキドキを皆さんと味わってほしかったんですけど、いや悔しい、めっちゃ最初焦った。まあね、でもダイナもね、鶴野武さんでしょ、めちゃめちゃ好きやったんで、なんとかならんかな、なんとかならんかな。いやこれもめちゃくちゃ強いけど、どうしよう。はい、っていうようなところで、ちょっとね、石回収できても無理かな、無理やな、ラストチャンスやな。はい、っていうような感じでした。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様もお疲れ様でした。多分ね、明日か今日か、はい、ビッグボスカワウソで頑張って、百式チャレンジ、挑みたいと思います。はい。まあ、柴犬丸は神持ってるから、まあまあいっか。もう、諦めようか。はい。それでは、よろしければ、高評価とチャンネル登録していただけると、励みになります。あとは、概要欄の Twitter とかインスタとか、フォローしてくださると嬉しいです。あとね、メンバーシップも90円でやらせていただいているので、そちらもフォロー、こちらもご参加お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。あ、惜しかった。